んにちは、ダイスです。今回は11月18日発売になるポケットモンスタースカーレットバイオレットで少し気になるところ、あとは注意しないといけないなというところがありましたのでご紹介していこうと思います。いやー、ともう少しで発売ですね。新機能もたくさんあるスカーレットバイオレットなんですが、その中でもレッツゴー機能、これに関する注意点です。レッツゴーの機能といえば、ポケモンと自動バトルをしてくれるすごく便利な機能になります。技マシンマシンで使用するポケモンの落とし物をゲットするためだったりとか、フィールド上に落ちているアイテムを入手したりなど、さまざまな使い方があるこのレッツゴーの機能、すっごく便利で使い勝手も良さそうなんですよね。ただ1点注意しないといけないところがあります。何かというと、レッツゴーの機能は捕獲ができないものです。色違いのポケモンはレジェンズアルセウスと同じようにフィールド上に色違いのポケモンの状態で出てくるので、スカーレットバイオレットも色違いポケモンがすごく分かりやすくなっているはずなんですが、レッツゴーの機能を色違いのポケモンがいた、やった捕まえようって使ってしまうと捕獲できません。普通に倒してしまって取り返しがつかないという風になるので、基本的には今まで戦ったことがあるポケモンだったりとか、急な対応をするときには、バトルっていう感じでモンスターボールを投げて捕獲ができる状態にするというのが大事です。スターダンの炎組前だと30匹こうやってレッツゴーの機能を使って倒しなさいみたいな感じでクエストがあるんですけど、ここは大丈夫なんですが、基本的にフィールド上でなんか怪しいポケモンがいた時にはモンスターボールを投げてバトルに持ち込むようにしましょう。続いては新要素のサンドイッチの効果です。ここに関してはあんまり、公式でも触れてないんですけど、新要素ピクニック中にサンドイッチが作れてポケモンたちと一緒に食べれるっていう、これなんですけど、パンに、好きな材料をこう乗っけていって、で一番上にまたパンを置いて、そしてサンドするみたいな感じで出来上がると思うのですが、これ食べた時の効果がいろいろあります。ピックを変えると変わるのかはちょっとわからないんですけど、右上に食べた後3つ効果が確認できるんですよね。今回のこのオリジナルサンドに関しては出てくる効果が捕獲パワーと遭遇パワーとレイドパワーです。ここに関してはまだまだ情報が少ないんですが、例えば捕獲パワーはフェアリータイプの捕獲率の上昇、そして遭遇パワーは虫タイプと遭遇することが高くなる、そしてレイドパワーっていうのがテラレイドバトルの地面タイプのポケモンのテラレイドバトルが出現しやすくなるみたいな効果があります。この他にもポケモン公式サイトに載っていたこちら、チビチビパワー、これ先ほどにはなかったパワーですよね。入れているものに対応して多分なんとかパワーっていうのがたくさん種類があって、このチビチビパワーというのはポケモンの最小個体が出やすくなるという感じです。どういうことかというと、同じポケモンでも体のサイズが違うというのがスカーレットバイオレットで存在が確認されています。体が大きめのピカチュウと体が小さめのピカチュウみたいな感じで、個体によって体のサイズが違うという感じに設定されてます。スカーレットバイオレットの世界ではアルゼウスと同じようにフィールド上に出てくるポケモンの体の大きさが違っていて、このチビチビパワーに関しては小さい個体が出やすくなるという効果があるようです。小さいがあるということは大きいサイズというのも存在しているし、中には色違いが出やすくなるっていうパワーも確認されているとの海外先行プレイを体験された方がコメント出していましたので、いろんな組み合わせでサンドイッチを作って自分が求めるものが出来上がるんじゃないかなと思うので、いろいろね試行錯誤しながらサンドイッチのこう具材を変えてやってみるのはすごくいいと思います。ここ何種類ぐらいあるのかわからないんですけど、カレーみたいにめちゃくちゃ多いとかねなってしまったりとか、パンとパンを挟んだ時の出来上がり具合とかでも変わる可能性があるので、なんかねいろいろ作って確かめたいですよね。ここはね早くやりたいなと思います。続いてはバッジの数についてです。スカーレットバイオレットのバッジの数、今までのポケモンシリーズだと
事務戦、事務リーダーを撃破した時に事務バッジをもらう。そしてのすべてのジムのバッジを集めて、まあ、ポケモンリーグに挑戦するみたいな流れだったと思うんですが、スカーレット・バイオレットは少し違っています。どういうことかというと、スカーレット・バイオレットの世界では全部で18種類のバッジが存在するようです。わけとしては、まずはポケモンジム8箇所存在しているので、バッジが8つ8です。そしてスター団の幹部戦、まあボス戦ですね、ここでスター団でバッジを5つゲットできるというわけになっていて、で最後レジェンドストーリーの主ポケモン、ここからはバッジが5つゲットできるという感じになっているみたいです。で全部で合わせると18種類のバッジという感じです。18種類といえばポケモンのタイプの数と同じなんですよね。それを考えると、今まで分かっているジムでは草、氷、電気、この3つが確定しています。そしてスター団に関しては炎タイプ、これが確定しています。そして主ポケモンとしては岩タイプ、これが確定しているので、これ以外のタイプに関して多分振り分けで出てくる感じになるんじゃないかなと思われます。今まで全てのタイプに関して対応しているバッジが存在しているソフトってなかったので、今回一番バッジの数も多いですし、全タイプのバッジがもらえるんじゃないかなというふうに考えられます。これどこに何が出てくるのかっていうのすごく楽しみなんですけど、まあ、個人的にはね、ゴーストタイプが最近新ポケモンの発表もあったりしたので、できればジムで出てきてほしいなとか思ってますね。なので18種類すべてのタイプに対応するポケモンを、まあ、育てながら旅をしていくっていうのがいいのかなというふうに思います。はい、ということで今回は今まで動画でちょこっとだけ触れていて、追加の情報としてあまりまとめていなかったところをまとめてみました。あと20日くらいで発売ということで、かなり楽しみですね。今後も何か新しい情報があればまとめていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you!